朝内沼は、秋田県野城市にある、野城市最大の湖、砂丘後輩地章である。沼の周りを一周すると一里あることから、一里沼と呼ぶこともある。朝内小学校の校歌にも歌われている。教法年間には、米城側からの木材などが三島沼と朝、内沼を通して八郎潟まで運河を利用して運ばれていた。詳しくは三島沼を参照。 古老は、昔は、増水や冷水で不作が続き、早くから干拓の話もあったが、下流の反対で立ち消えになった、浅内から黒岡にかけて、ガスデータンを掘って、よく燃料に使ったと語っている。朝内沼から南下して、吉田堤、長沼、笹森沼があったが、それらは干拓され、昭和34年に、内沼に溶水場が設置され、周辺の集落が、共同で、 補助、農道整備を行って、昭和56年に完成し、記念碑が立っている。朝、内沼と八郎方の間には、慶安年間に、黒岡の西方一左衛門が朝内沼から席を築いて放水し改善してとの記録がある。京方元年には、三輪の太郎衛門が運河を掘り切ったのも、一左衛門の築いた席を拡大整備したものと思われる。の話では、 毎年集落で砂揚げをしていたとのことであった。現在の水路は幅約8メートルの立派な水路になっている。昭和11年には、浅内沼の流水を砂埋めにして廃川として、東側の新川を三十郎川と称していた。北から見た、浅内沼の城市南部、日本海海岸沿いに南北に走行する、廃車軸とでは産地の廃車軸間の1キロメートルの、 低湿地帯にある沼。東西600メートル、南北1800メートルの長方形である。地名辞書では、東西3丁半、南北15丁、近郊寺の二属し、野代川に入る一里余りとある。大地末端の湧水地帯に浅内が立地している。沼の北部を低湿地開発し、中浅内が開拓され、砂丘裏に浜浅内がある。南北に伸びた低地には、北から、 ゲトヌマ、赤ヌマ、オヌマ、アサウチヌマ、ダイセンヌマ、ヨシヌマ、ハスヌマという大小のヌマが並び、八郎型に続いている。この中で一番大きいのがアサウチヌマである。沼の周囲には、ヨシワラが14ヘクタールの広さで茂っている。水生植物ではフサも、マツも、エビも、黒物水生湿地として、秋田県の特定植物群落2984年。 リストアップされたが、1998年にはこれらの水生植物の確認は極めて難しくなっていた。1998年度に確認できた水生植物はハス、コウホネ、ミズドクサ、ヨシ、マコモなどであった。マコモ、ハス、コウホネなどの大型水生植物の減少と、ヒシ、マツモ、フサモ、クロモ、エビモなどの大型水生植物の消滅が見られた。 朝内沼は、かつては、野鳥の楽園であった。昭和30年頃からは、渡り鳥が沼に入っても落ち着きがなく、沼から飛び去ってしまうようになり、昭和40年代になると、景気の向上とともに猟銃を持つ人が増え、朝内沼は、県外外からハンターが集まる、狩猟場になった。それでも、狩猟期間が終わると、流鳥のカルガモは沼に帰っていた。平成5年頃まで、 朝内沼は狩猟シーズン前の10月、数万羽のカモ類、白鳥、ガン類が飛来し、沼の全面が水鳥によってにぎわい、渡り鳥の季節になるとこの沼には5万羽以上のカモの群で埋め尽くされることがあった。6万羽という記録もある。マガモ、オナガガモが主なものであるが、カルガモやスズガモ、ホシハジロ、ヒドリガモ、キンクロハジロ、ホウジロガモなどである。ミコアイ シマアジも見られることがある。その他に、白鳥やガン、サギ類、そのモも追って、オジロワシが現れることもあった。近年カルガモの子育てがあまりよくできなくなっている。カルガモの巣作りが始まると、キツネが現れて、卵を食べてしまうのが一因であった。平成5年からは、水鳥が沼に入らなくなってきた。飛来数が多かった当時は、沼の水量が少なく浅かったが多く。 コーヒコネ、マコムなどの大型水草の生育が難しくなった。特に皮脂類は絶滅している。そのため、水鳥にとって難しい環境になった。ありがとうございます。